それでは皆さん4人組のグループを作ってくださいね。僕は小岩高校に通う高野雅人。来週から始まる修学旅行に向け、今日は自由行動のグループ決めをするらしいのだが鈴木さん大丈夫かな。一人が好きみたいだけど。彼女は鈴木芽さん。ヤンキーでクラスでもちょっと浮いている女の子。最初こそクラスの女子が話しかけていたけど、対応があまりにも塩だったので今に至ったようだ。鈴木さん、自分から声をかけてもいいんですよ。放っておいてよ、オタク先生。私はオタクではなくオタクだですが。先生、こっち一人足りないから鈴木も一緒でいいぜ。もうや、そうですか。なら鈴木さんはヤバスギ君たちと同じ班で構いませんか。別に、何でもいい。よかった、鈴木さんグループに入れたみたいで。っていうか、僕が声をかけたらよかったのに、見てるだけだなんて。高野、一緒のグループになろうよ。って、鈴木ちゃんと一緒の班になりたかった？違う、そういうわけじゃないけど。へへ、なるほど。青春ってことやな。だから違うってば。僕は天心蘭ちゃんたちと一緒にグループを組むことになった。そしてあっという間に時間が流れて、修学旅行当日。午後から夕方にかけてはおのおの自由に観光してください。ただし夕方の18時には京都駅に必ず集合ですよ。わかったで、ママ。私はママではなくオタクだですが。オタクだのおの字も消えましたね。細かいことは気にしたあかん。ほな早速行こうか。うん。数時間後。楽しかったな。まさか高野が極度の歴史好きやったなんて。特に幕末は好きでね。そうなると京都は外せないから。あとごめん、ちょっとお花摘みに行ってきてかな。いいよ、行ってらっしゃい。カンニー、次どこ行くか目星つけといて。さて次はどこに行こうかなって。あれ、めっちゃ楽しかったよな。ヤバスギくんの班に鈴木さんがいない。どうしたんだろう、気になるけど。別に鈴木さんと親しいわけでもないし。でも班決めの時声かけられなくて後悔した。よし、勇気を出せ僕。ヤバスギくん。高野じゃん、どうした。鈴木さんの姿が見えないけど、どうしたの。話しかけてもテンション低くて雰囲気悪くなったから放ってきた。で、放ってきたの。まあ一人になりたい時もあるじゃん。だからって。俺はそれを察しただけ。じゃ、なんで女子のトイレって人気アトラクション並みに混むんやって。どないしたん。実はヤバスギくんが鈴木さんを放ってきちゃったみたいで。僕鈴木さんを迎えに行ってあげたいんだ。多分近くにいると思うし。ええよええよ、とりあえず探そうか。見つけた。はよ誘っておいて、一緒にうちらのグループで回ろうって。あ、分かった。鈴木さん、やっと見つけた。高野、なんでここに。たまたま見つけたっていうか、なんていうか。あ、そう。とりあえず私に話しかけんなよ、タコ。タコ？まあいいや。さ、グループとはぐれたなら一緒に回らない？え？ほら行こう。なんならこの修学旅行中はずっと一緒にいてもいいし。構うなって言ってんじゃん。放っておけよ。無理だよ。だって見つけちゃったから。あっちに僕のグループのみんながいるからさ、行こう。ちょっと。いねえじゃん。あれ、おかしいな。ランちゃんたちどこ行っちゃったんだろう。このままここで待ってるのももったいないし、夕方になれば駅で会えるだろうから。よし、鈴木さん、僕と二人だけど観光しよう。え、僕京都には詳しいから任せて。おい、ここは錦市場だよ。食べ歩きができるのが魅力的だね。はあ、もうあれ気になる？いや別に。よかったら半分こしようよ。はい、食べてみて。うまっ。やっと笑ってくれた。ぐ、
るせえな、あんまり見んじゃねえよ。ごめんごめん。他になんか美味しいのないの？あっちにいちご大福とかあるよ、行こう。人多いな。海外の人も多いからね、ここ。ちょっと歩きにくい。鈴木さん大丈夫？悪い、助かった。っていうか近い。な、ごめんね。いいよ、支えてくれてなかったら転んでたし。ありがとう。どういたしまして。食べてばかりもあれだから、この後いいところに行かない？錦市場から少し歩くんだけど、とっておきの場所があるんだ。とっておきってなんだよ。こっちこっち。すごい綺麗だ。ここは万華鏡ミュージアムってところなんだ。時間はまだあるから、ちょっとした体験していかない？体験？きっといい思い出になるよ。できた。かわいいよね、万華鏡のキーホルダー。まさか手作りできるなんて思わなかった。なんかいいな、こういうのって。鈴木さん、一緒にいる間もずっと楽しそうにしてたし、もしかして一人が好きなわけじゃないのかな。あのさ、よかったらあんたのと私の交換しないか？え、交換？そういうのもその思い出だろ。うん、いいよ、交換しよう。それから集合時間ギリギリまで僕と鈴木さんは一緒に郷土観光を楽しんだ。楽しかったね。本当、あんたがいてくれてよかった。あの鈴木さん、よかったら明日も一緒に観光しない？きっとランちゃんたちも OK してくれるからさ。わかった。じゃあ約束ね。たーかの、二人きりでうまいこと言ったんか？だからいなかったんだ。青春やなーって思ってな。もうだから違うのに。青春や青春。あ、その日の夜、僕はなんだか眠れず、こっそり部屋を出て中庭へと来ていた。あれ、鈴木さん何してるの？私は寝苦しくて。高野は？僕もなんだか寝れなくて。そっか。ねえ、鈴木さんって一人が好きなの？なんだよ、やぶから棒に。学校でも一人でいること多いからさ、今もそうだし。別に好きじゃない。この姿で周りに人が寄ってこないだけだ。でもクラスの女子たちは話しかけてたよ。話しかけられてもうまく喋れないんだ。私人見知りなんだよ。え、人見知り？緊張して何喋っていいかわからなくてパニックになるんだ。それで誤解されて寂しくて突っ張ってたら本当に一人になってた。それだけ。じゃあみんなと一緒にいたいんだね。そりゃあ、まあ。じゃあ明日はランちゃんたちと仲良くなってみようよ。喋れる自信がねえ。大丈夫、まずはチャレンジだよ。高野がそう言うなら。わかった、やってみるよ。翌日。鈴木ちゃん、高野から話は聞いてるで。今日はうちらと一緒に思いっきり楽しもうな。よろしく。じゃあ早速京都水族館へ行こうか。最初こそ困惑していたものの、鈴木さんはランちゃんの明るさにつられて笑顔が増えていった。人見知りでできていた壁も一緒に回っているうちに薄くなっていったようだ。しかし。あれ、鈴木ちゃんおらんで。あれ、どこ行っちゃったんだろう。人多いからはぐれてしまったんかも。ちょっと僕探してくるよ。ランちゃんたちは出入り口のところにいて。わかった、待っとる。なんかあったら連絡してよ。その後しばらく僕は館内を探し回り。鈴木さん。高野、どこに行ってたんだよ。それはこっちのセリフ。もしかして私迷子になってたか？もしかしなくても迷子だよ。みんなが迷子になってると思ってた。たまに自信満々で迷子になる人がいるよね。
道が私に合わせるべきだ。無茶をおっしゃる。さあ行こう。みんな入り口で待っててくれてるよ。でもありがとな。その後ランちゃんたちとは無事に合流。他にも観光地を回って最高の一日が終わった。しかしその日の夜、事件は起きてしまった。田中くん、熱出して病院に行ったけど大丈夫かな。明日は田中くんに何かお土産でも買おう。そのためにも今日はもう寝て。あ、誰だろう。はーい。よ、鈴木さん、どうしたの。お前さ、今時間あるか。ちょっとさ、渡したいものがあるんだ。渡したいもの。だからその中に入ってもいいか。どうぞどうぞ、ゆっくりしていって。くら、寝てたのか。てか同室のやつは。田中君は体調崩して今病院だよ。もう寝ようと思ってって、それで渡したいものって。ああ、それなんだけど、これ。鈴木さん、いただだ、悪い、つまずいちゃって。大丈夫だよ。それより怪我はない。私は平気。そっちは。僕も大丈夫だよ。とりあえずのげで。鈴木さん、あんたはさ、なんで私に声かけたんだよ。それは私マジになっちゃうじゃん、いろいろとさ。なあ、先にずっと一緒にいようって誘ったのはお前なんだ。責任取れよ。それは、私の気持ちかっさらっていたんだからさ。さすがにこれはまずい気がする。ちょ、待って鈴木さん、こんなのはダメだよ。もっと自分のことを大事にして。私じゃダメか。そういうわけじゃないけど。そっか、ごめん、押しかけて悪かった。明日は私自分の班に戻るから。それじゃ。鈴木さん、さっきのは一体何だったんだ。あのまま受け入れたらよかったのか。わからないよ。あ、タコのキーホルダー、僕のために買ってくれたんだ。鈴木さん、元の班に戻っても大丈夫かな。心配だな。翌日、鈴木さん、本当にヤバスギ君のところに戻っちゃったな。最終日なのに楽しめるかな、馴染めてるかな。タカノ、そわそわしすぎやろ。気になるなら鈴木ちゃんのところ行ってくるか。でも。お、なんかあったん。実は昨日。なるほどな、そんなことが。断った手前、一緒にいるのは向こうに悪いんじゃないかとか考えちゃって。そんなことないやろ。一緒にいたいと思うなら一緒にいたらええやんか。自分の感情に素直になるのが一番やで。ほら、ちょうどヤバすぎの班が帰ってきてるから早いってき。ありがとう、ランちゃん。あの、ヤバすぎくん、鈴木さんは。ああ、あいつなら東本願寺にいるんじゃね。え、なんで一緒なんじゃ。知らね、大事なものなくしたから探すとか言ってたぞ。僕ちょっと行ってくる。は、なんでお前が。あれ、こっちに高野来てたやろ。どこ行ったん。で天使、俺は関係ねえからな。自分なんか知ってそうやな。何も。よし、ちょっとうちと仲良くおしゃべりしようか。鈴木さん。高野、なんでここに。大切なものなくしたって聞いたけど。ないんだ、交換した万華鏡がないんだよ。高野、一緒に探してくれ。わかった。その後、僕たちは必死に探した。しかし、ないね。新しいやつ買う。ダメだ、あれじゃないとダメなんだよ。ダメってどうして。だって好きなやつからもらったものだぞ。替えがきくようなもんじゃないんだ。え、好きな人。そうだよ、私はあんたが好きなんだ。なんで。3年生になった頃、屋上でサボってたら高野が呼びに来てくれたんだよ。先生に頼まれたんだと思ってたら自分で来たって。
この見た目のせいでみんなから距離取られてたし、普通にしてくれたのが嬉しかったんだ。それからも高野はいつも私に普通に接してくれてただろ。だってそれは普通のことで。私はその普通が嬉しかったんだ。なのにずっと冷たくしててごめん。人見知りもだけど、どうしても高野を前にすると素直になれなくて、きつい態度とって悪かった。それは全然平気だよ。ありがとう高野。私さ、やっぱり高野が好きだ。この旅行で改めて思ったんだ。高野がたまらなく好きだって。僕はまだ自分の気持ちはわからないんだ。でも鈴木さんと一緒にいたいとは思う。そっか、じゃあ全く脈なしってわけじゃないんだな。それなら覚悟しろ。卒業までに落としてやるから。お手柔らかにお願いします。鈴木ちゃん、高野、ランちゃん、ヤバすぎくん来てくれたんだ。ほら、あんたちゃんと言うことあるやろ。鈴木、これ私の万華鏡。どうして？仲良くなりたかったんだよ、お前と。私と？いつも一人だったからさ、修学旅行をきっかけに仲良くなれりゃって犯人誘ったんだ。でもお前は話しかけてもつまらなさそうだしさ、一人になりたいのかなって放っておいたら高野と仲良くなってるし、どうしたらいいかわからなくて。だからどうにか仲良くなりたくて、鈴木が大事そうに見てたそれ撮ったんだ。後から渡して、鈴木の大切なものを俺が見つけたことにすれば仲良くなれるきっかけになるかなって。やばすぎ。ごめん、私そうとは知らずに冷たい態度をとっててさ。私人見知りで話しかけられると緊張しちゃうんだ。そうだったのか。俺の方こそごめんな、こんなことしちまって。いいよ、お互い様ってことにしようよ。うん、ありがとな鈴木。よかったですね鈴木さん。先生、いつも一人でいようとしてましたが、みんなあなたを気にしてたんですよ。あなたは一人じゃないんです。こうして修学旅行の騒動は無事に解決した。その後、仲直りした班同士で一緒に京都旅行を最後まで楽しんだ。帰る頃にはみんなと鈴木さんは無事に打ち解けることができていた。修学旅行が終わってからというものの、鈴木さんは宣言通り僕にアタックをしてきた。まっすぐなラブコールは卒業まで続いて。あのさ、高野、私好きだよ。僕の負け。こんなに愛されたら僕だって惚れちゃうよ。高野、これからは僕からありったけの愛情を伝えさせてね。大好きだよ鈴木さん。私も大好きだ。はあ、早くリサちゃんに伝えなくちゃ。俺の名前は山本海。俺がこんなに急いでいるのには訳があって。リサちゃん、お待たせ。海さん、来てくれてありがとう。金曜は海さんに会える日だから楽しみにしてたんだ。ああ、リサちゃんごめん。実はリサちゃんに会えるの今日が最後なんだ。俺の会社倒産してさ。え、倒産？海さん大丈夫なの？まあどうにかするよ。ただ次の仕事も決まってないし、お金もないからもうここには来れない。ああ。すぐに社宅も出て行かなきゃいけなくてさ。だから住むところも急いで探さないとなんだ。でも最後にどうしても君に会いたくて今日も来ちゃった。そんな、大丈夫なの？心配してくれてありがとう。でも俺の話よりもリサちゃんと楽しく話したいな。ほら、これが最後だし。そっか、そうだよね。じゃあさ、海さん、最初にお店に来てくれた時のことを覚えてる？もちろん。だってあの時は、それは数ヶ月前のこと。当時の俺は元カノに振られたばかり。落ち込んでいた俺を見かねた友人がここに連れてきてくれたのだった。あの、私と喋ってても楽しくないですか？え？あ、そんなことないけど。どうしてそう思うの？
なんだかお顔が暗い気がして。私、実は母が病気で入院してて、入院費と手術費のためにここで働き始めたんです。でも喋るのも得意じゃないし、愛想笑いもできないから、お客様に楽しんでもらえてないんじゃないかなって。だから。それなら無理に喋らなくていいんじゃない？え？喋らない分、リサちゃんは表情豊かだから、もっとそれを押し出す感じで、話を聞く時だってキラキラした目でうんうんって聞かれたら、笑顔で適当な相槌打たれるよりグッとくるんじゃないかな。確か昔そういう子いたしな。それなら私にもできそうです。うん、きっとできるよ。ありがとうございます。私もう弱音なんて吐きません。ナンバーワンになってみせます。うん、頑張って。だからカイさん、毎週金曜は私に会いに来てくださいね。急に元気になったな。でもこの子を見てると俺も元気になれるかも。それから俺は母親のために頑張っているリサちゃんを応援したくて、毎週指名するようになった。リサちゃんはそれからもその魅力的な表情や仕草でファンを増やし、気づけば本当にナンバーワンになってしまったのだった。私、あの時カイさんに励ましてもらえたからナンバーワンになれたんだよ。ありがとう。ん？俺もリサちゃんにいっぱい元気をもらえたよ。こちらこそありがとう。それに本当はあの時だけじゃなくて。お？ああ、なんでもない。これからも頑張ってね。お、お母さん良くなるといいね。寂しいけどもうリサちゃんは俺が応援しなくても大丈夫そうだ。これからも元気で頑張ってくれたらいいな。それから数日後、結局住むところ決まらなかったな。とりあえずネカフェにでも行って住み込みの仕事を探すか。お、リサちゃんから？どうしたんだろう。カイさん、久しぶり。住むところ決まった？もし決まってないならここに来てくれないかな。もしかして営業？あ、いや、でも。ありがとう、今から向かうよ。リサちゃんがそんな営業をするとも思えないし、とりあえず行ってみるか。1時間後。ここだよな。カイさん、来てくれてありがとう。リサちゃん、ここは…うん、私の家だよ。立ち話もなんだし入ってよ。あ、お邪魔します。おかえり。え、おかえりって。カイさん、住むところなくて困ってるんでしょ？だからここで一緒に住む。それって同棲ってこと。これからは毎日会えるよ。え、同棲？リサちゃんと？その後、まだ戸惑っている俺にリサちゃんはお茶を出してくれた。しかし俺にはどうしても気になることがある。ねえ、どうしてただの客の俺にそこまでするの？私、あの時のカイさんのアドバイスがなかったらキャバ嬢を辞めて入院費も払えてなかったと思う。だから感謝してるの。リサちゃんの気持ちは嬉しいよ。でも俺、リサちゃんにこんなことをされたら勘違いしちゃうよ。勘違いじゃないよ。え？私ずっとカイさんが…ううん、カイ君が好きだった。え？あのね、私本当の名前は小野アリサって言うの。だからアリサって呼んで。アリサ。あ、好きって本当に？うん。だからこれからは私のこと一人の女性として見てもらえませんか？今まではお客様だからって気持ちを抑えていたけど、もう来られないって言ったから。で、急にこんなこと言われても困るよね。あ、いや、今までリサちゃんのこと仕事で接してくれているだけだからってガチ恋しないようにしていたんだけど、それがいきなりこんな。あ、でも困ってるだろうし、カイ君が仕事決まるまではうちに住んでほしいな。それでもしその間に私のことを好きになってくれなかったら諦めるから。正直まだ彼女に振られたのを引きずってたけど、でもこんなに真剣に言われたら俺もちゃんと向き合わないと。ああ、わかった。あと、お世話になります。よかった、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ早速ご飯の準備しちゃうね。
嬉しそう。昼にリサちゃんと会うの初めてだけど、やっぱり見たことあるような。あ、いや、気のせいだよな。名前も似てるけど違うし。こうして俺とリサちゃん、アリサの同棲生活が始まったのだ。それから数日後、今日の面接疲れたな。ただいま。あかり。お、エプロン姿かわいい。いつもドレス姿だったけど、アリサにはこういう格好の方が似合ってる気がする。ご飯作って待ってたよ。ありがとう。でもお昼はお母さんの病院にお見舞いに行っていたんじゃなかったっけ。忙しいんじゃ。いいの、私が好きでやってることだから。それより早く食べよ。ってことで、あーん。どういうことで。え、だってせっかく一緒に住んでるんだし。でもこれは話が別じゃ。ダメ。あ、お願いします。やった。はい。ああ、うわ、恥ずかしい。うん、おいしいです。よかった。おこれからも毎日ご飯作るね。嬉しいけど無理はしないでよ。してないよ。だってカイ君が喜んでくれたら私も元気になれるんだもん。俺も。え？あ、いや、なんでもない。俺もアリサを見てると元気になれるとか恥ずかしくて言えないよな。へへへ、ええな、カイ君。そんなことがしばらく続いたある日のこと。はあ、またお祈りメール。全然就職先決まらないな。カイ君、ご飯できたよ。あ、うん。今日もお母さんのお見舞いだったんだよね。どうだった。うん、結構元気そうだったよ。それにもう少しで手術費用がたまりそうだって話したらすごく喜んでくれたの。手術できたらお母さんも元気になれるもんね。それもあるけど、お母さんはあんまりキャバクラの仕事に賛成してないんだ。危ないこともあるだろうからって。でも元気になったら好きな仕事をしてねって言ってくれたの。お母さんも私のために頑張るからって。もしアリサが昼の仕事をしたら、可愛いしいい子だし、男が放っておかないだろうな。キャバクラの中だから俺がまともに見えただけで、本当はもっとふさわしい人がいるんじゃないか。あのさ、なんで俺なんかがいいの。俺元カノにも優しすぎてつまらないって振られた男だよ。カイ君。うっ、それは辛かったね。アリサ、優しいことのどこが悪いの。その女の子はまだカイ君の良さが分からなかったんだね。そのうちカイ君のこといい男だったって気づいて後悔するよ。で、いい男って。私は最初から気づいてたけどね。お、アリサとの同棲生活はとても楽しく、俺たちは仲良く暮らしていた。だけどあれは。どうしたの。今昔付き合っていた子がいて。それって前にカイ君が言ってた子。うん。あ、そっか。でもなんだか思ったより平気な気がする。そういえば俺最近元カノのことを考えなくなったよな。これはもしかしてアリサのおかげ。その後帰宅してくつろいでいたのだが、ああ、なんだか帰ってきてからやけに静かだな。アリサ、さっきからどうかし。やだ。え？嫌なの？じゃあ、我慢しようと思ったけどやっぱり無理。他の子を見ちゃ嫌だよ。私だけを見て。これからも毎日私と一緒にいよ。え？カイ君は私のことどう思ってるの？私はずっと前から。俺は。あ、出ていいよ。あ、ごめん。あ、はい。はい。あ、ありがとうございます。電話誰から。あ、内定決まったって。そっか、おめでた。ありがとう、アリサのおかげだよ。そんな、カイ君が頑張ったからだよ。でも、決まったってことは家を出るってことだよね。いつ頃の予定なの。あ、一週間後には。そっか、私出勤の時間だから行くね。あ、うん、
行ってらっしゃい。さっきすごくドキドキした。俺アリサのことが好きなんだ。アリサが帰ってきたらちゃんと自分の気持ちを伝えよう。そう考えていたのだが。ダメだ、そわそわして落ち着かない。もうすぐ出ていくんだし、とりあえず荷物の整理でもしようかな。あれ、俺の本に何か混ざって、これ卒業アルバムだ。しかもこれは俺と同じ学校の。やっぱりアリサは。アリサ、どうしたの？さっき出て行ったばかりなのに。カイ君、お母さんの容態が悪化したって。え？どうしよう、私のせいだ。私がもっと早く手術費用を貯められていたらこんなことには。アリサのせいじゃないよ。でもアリサはあんなに頑張ってただろ。だからお母さんだって頑張れたんじゃないかな。本当に？うん、だから落ち着いて、俺も一緒に病院に行くから。ありがとう、カイ君。俺たちは急いで病院に向かった。着くとすぐに担当の医師がやってきて、お母さんはとても危険な状態で今すぐ手術が必要です。どんなことをしてでも絶対に払います。だから母を助けてください。わかりました、こちらも最善を尽くします。はい、お願いします。お母さん。アリサ、これ使ってよ。え、これ？今までアリサのところに住まわせてもらってて、お金が貯まったから。気持ちは嬉しいけど、そんなの受け取れないよ。俺、アリサに借金させるなんて嫌だよ。カイ君。それに、お母さんだってアリサが借金したら悲しむと思う。ありがとう。必ず返すね。先生、お母さんは？手術は無事に成功しました。しばらくしたらお母さんも目を覚ますでしょう。よかった、ありがとうございます。疲れたでしょうから、お二人はゆっくり休んでくださいね。元気になって、またお母さんに会いに来てください。はい。お母さん、助かって本当によかったね。うん、あの、カイ君、本当にありがとう。こちらこそ、今までたくさんお世話になったから。リサちゃん。え？だから、それはキャバ嬢の時のゲージナで。ええ、図書委員の小野リサちゃん。でしょ？もしかして、思い出してくれたの？さっき部屋でアルバム見て、気づいたんだ。高校生の時、図書委員だった俺は、毎週金曜日の放課後に図書当番をしていた。そこで一緒に仕事をしていたのが、別のクラスの女の子だった。ああ、今日は誰も来なくて暇だな。そういえばあの子、いつも熱心に本読んでるよな。あ、ねえ、それ面白い？名前なんて言うの？小野リサ。小野リサちゃん、俺山本海、よろしくね。よろしく。まあ、俺話しかけたら邪魔かな？邪魔じゃない。じゃあこれからも話しかけていい？うん。お、リサちゃんはおしゃべりではなかったが、俺は彼女の反応にとても癒されていた。だけど高校生の俺は話しかけるのが精一杯だった。もっとリサちゃんと話したいと思いながら、それ以上進展することはなく。ちょっとあんた何してるの？何って、学校に行くんだよ。熱があるんだからおとなしく寝てなさい。今日がリサちゃんとの最後の図書当番なのに。最後の日、俺はリサちゃんの連絡先を聞くつもりだった。だけどその後、廊下でリサちゃんを見かけても話しかける勇気はなくて、そのまま卒業してしまい、リサちゃんと会うことはなかった。名前、小野アリサちゃんだったんだね。別のクラスだったとはいえ、間違えてごめんね。ああ、私も最後のターバーの日に言おうと思ったんだけど、結局言えなくてごめん。え、いつから俺だって気づいたの？カイ君が初めてキャバクラに来た時から。え、その時言ってくれればよかったのに。だって、あの時のこと大事にしてるのは私だけなのかなって思ってたから。もしカイ君に忘れられてたら、ショックで立ち直れないもん。そんなに俺との思い出を大事にしてくれてたんだ。でも、やっぱり思い出してほしくて、
源氏名もリサにしたんだよ。もしかしたらカイ君が来てくれた時に気づくかなって期待して。遅くなってごめんね。すごく綺麗になってたから気づかなくて。遅いよもう。俺のこと嫌いになった？なるわけないよ。ずっと大好き。俺もアリサが好きだよ。え？アリサは昔からいつも弱音を吐かずに頑張っててかっこいいと思ってた。たくさんある重たい本の整理だって嫌な顔しないで一緒にやってくれたし。だけど俺にはもっと弱音を吐いてほしい。どんなアリサも俺は受け止めるから。カエ君嬉しい。あの頃の私はお金がなくてみすぼらしくて人と関わるのも苦手でずっと自分の殻に閉じこもってた。でもカイ君だけはそんな私に優しくしてくれた。おかげで私ももっと頑張ろうって思えたの。カイ君と一緒ならどんなことでも乗り越えられるからずっと私のそばにいてください。これからはずっと一緒だよ。その後アリサのお母さんの病気を無事に完治した。貸したお金もすぐに返してくれて、アリサはキャバクラを辞め俺と同棲しながら昼間に事務の仕事を頑張っている。アリサのお母さんには結婚の挨拶をしに行ったが、すごく喜んでくれていた。そして数年の月日が経ち、あ、キャバ嬢だ。懐かしいな。あの時キャバクラに行かなかったらアリサと結婚することもなかったんだろうな。あの女の人のことずっと見てたね。え、あ、違う。そんなに気になるならお店にいたら。あ、ごめん、アリサのことを思い出してたんだよ。私のこと？ああ、アリサがキャバクラで頑張ってくれてたから俺たちこうして結婚できたんだなって。だから今のはごめんね、冗談だよ。え、冗談？本当は大好きだよ。でもずっと私だけを見ててね。なあ山田、めんどくさいからこの仕事やっといて。ええ、俺の名前は山田雅人、26歳。食品メーカーのときめきフーズで商品企画の仕事をしている。同僚のヤバすぎちゃらはめんどくさい仕事があると俺に押し付けてきて。ヤバすぎくん、この仕事任せたいんだけど。それはめんどくさじゃなかった。山田の経験のために彼に任せましょう。でも山田くんには前も別の仕事を頼んだし。打ち合わせで出張とかあるし、こういうのもほら経験だろ。同期なのになんでこんなに上から目線なんだよ。でも俺の実績にもなるし、今は手も空いてるから。わかりました、俺が受けますよ。よっしゃ。山田くん、もし手が回らなくなったら遠慮なく言ってくれよ。お気遣いありがとうございます。今回の案件は3社が共同で行う企画だ。飲料メーカーや食器メーカーと協力しタイアップ商品を発売する。大まかなやり取りはメールで済ませ、直接会って具体的な打ち合わせをすることになった。新幹線の距離にあるスクランブル製作所へ出張をするため、ある日俺は仕事を早めに切り上げ新幹線に乗り込んだ。出張は大変だけど早く終わればご当地のお酒とか飲めるかもだし、とりあえず打ち合わせは明日だから今日は一杯行きますか。お隣失礼します。ああ、はい。スーツに荷物、この人も出張かな。あの、お酒飲んじゃってますけど、もしご迷惑ならやめますので。いいえ、大丈夫ですよ。今から私も飲みますから。それから俺はしばらく新幹線に揺られていた。すると、やば、ついついペース早くなってお酒もうないぞ。おつまみは会社の試供品があるけど。あ、はい。もしかして出張ですか？私が出張なのでそうなのかなって。やっぱりそうだったんですね。実は俺も同じこと考えてました。似た者同士ってやつですね。それでその、実はお願いがあって。おつまみ買い忘れちゃったので余ってたら分けてもらえませんか？お酒は用意してたんですけど。じゃあ代わりにお酒分けてもらえませんか？むしろ俺の方はお酒買い忘れたので。ぜひ。これ知ってます。サラダに乗せてもおつまみとしても最強のチーズですよね。
うちの商品だから褒めてくれて嬉しいな。俺もよくうちにストックしてあります。困った時に重宝しますし、このお酒と合うのでぜひ一緒にどうぞ。こうやって俺たちは新幹線の時間を満喫していた。ただ楽しい時間はあっという間に過ぎていって、いつも出張の移動時間って退屈だったんですけど、今日は楽しめました。こちらこそ楽しかったです。はあ、いい人だったな。話も合うし連絡先を交換なんて、新幹線が隣だっただけの人に言えないよな。あの、出張っていつまでですか？あさっての夕方くらいまでの予定ですけど。同じですね。もしお会いできたらまたお話ししましょう。はい。帰り道も楽しみになって、仕事へのモチベーションも上がった俺は、明日に備えて早めにホテルで休むことにした。そんな翌日。あなたは？まさかこんなところで再会するなんて。おや、お二人ともお知り合いですか？はい、実は新幹線で隣同士で。彼女の名前は佐々木梨沙さん。飲料メーカーの小岩ホールディングスに勤めていて、俺の1歳下らしい。飲料メーカーだから新幹線でもいっぱいお酒を持ってたのか。それでスクランブル製作所のオタクさんですね。今回はよろしくお願いします。オタクではなくオタクだです。よろしくお願いします。こうして俺たち3社は企画の打ち合わせを開始した。今回の企画の内容は、お互いの会社を宣伝するためのタイアップ商品を決めるというもの。飲み物にちょっとしたお菓子をつけたり、特別なデザインのグラスの特典をつけるみたいなものだ。3社共同で行って、お互いに新規顧客を取り込むため、実際の商品を持ち寄ってどの組み合わせが一番利益につながるか話し合った。はあ、なかなか白熱しましたね。はい、今日は時間も遅いですし、一度お開きにして、続きはまた明日お話ししましょうか。そうですね。ではお二人とも、この後お時間はありますか？もしよければおすすめの居酒屋がありますので、ご一緒にいかがでしょうか？お酒ぜひ。喜んで。俺たちは親睦を深めるために居酒屋に飲みに行った。オタクダさんが美味しい店を紹介してくれて、場は盛り上がった。ただやっぱり初対面だと遠慮しちゃうよな。ホテルに戻ってきたけど飲み足りないから、コンビニにお酒でも買いに行くか。で、佐々木さん？山田さんもこのホテルに泊まってたんですか？はい、まさかこんな偶然あるなんて。もしかして飲み足りなくてコンビニ行く途中とかですか？よくわかりましたね。実は私も同じだったので、もしよかったら今から私の部屋で飲み直しませんか？でも佐々木さんと仲良くなれるチャンスかも。ぜひ。俺はコンビニでお酒を買い足して、佐々木さんが泊まる部屋にお邪魔することになった。俺の部屋と同じなはずなのに、佐々木さんが泊まってるってだけで全然違うように見えるな。どうかしましたか？いえ、さすがに飲みましょうか。ところで佐々木さんは結構お酒飲まれるんですか？新幹線でも飲んでましたけど。はい、実は小岩ホールディングスに就職したのも、うちで作るお酒が好きだったからなんです。もちろん居酒屋も大好きですけどね。俺も似た理由で就職しました。新幹線で食べてたチーズも晩ご飯で出てきたり、父親が晩酌の時に食べてたのをつまみ食いしてたんです。その時からハマっちゃって、気づいたらお酒も好きになってました。私たちやっぱり似た者同士なんですね。そうですね。打ち合わせの時も、山田さんの仕事に対する姿勢を見て話が合いそうだなって思ってたんです。いや、嬉しいな。それにしても普段飲む時は動画見たりゲームしてるので、誰かと飲むの新鮮だな。私は映画見ながらが多いですね。山田さんとお話ししたいので誘いましたが、実は今日も一人で見ようとしてて。それなら一緒にその映画見ませんか？山田さんさえよければ。それから俺たちは映画を見ることになったのだが、見にくくないですか？いつも一人だとこの画面で十分なんですけど。大丈夫です。
画面の大きさよりも距離が近すぎる。この映画ってホラーですよね。お好きなんですか？いえ、苦手なんですけど、ストーリー性があって面白いみたいなので、正直言うと山田さんが一緒で心強いです。あははは。佐々木さん、すみません、びっくりしちゃって。面白いですけど思ったより怖かったです。今晩一緒にいてくれませんか？そして、あれ、俺確か佐々木さんと飲んでて、その後は、山田さん、おはようございます。そうだ、昨日怖いからって言って一緒にいるうちにそのまま寝ちゃったのか。おかげさまでぐっすり寝れました。ありがとうございます。いえ、今日も打ち合わせだから部屋に戻って準備しないとな。それから俺たちは改めて打ち合わせを行い、タイアップの方針も定まったため帰ることになった。佐々木さんとは帰る方向が一緒のため、行きと同じように隣同士に座る。ただもうすぐ着いちゃいますね。ですね。今後も一緒に仕事はするけど、今回みたいに過ごす時間なんて。はい。もしよかったら今度お酒飲みに行きませんか？ほら、俺たちって会社も結構近いですし、仕事終わりとか飲みに行けますし、それにおすすめの店があるので連絡先交換してください。いいですね、楽しみにしてます。今度はプライベートで会いましょう。はい。そうして俺たちは連絡先を交換し、それぞれ帰路に着いた。その後タイアップ企画も成功し、今度は佐々木さんたちと2社での共同企画の話も持ち上がっていた。それに、お待たせしました。マサトさん、今日はエスコートお願いしますね。今日はリサさんと2人きりで俺がおすすめのバーへ飲みに行くことになっていた。ここのカクテル、マスターのこだわりがあって、何でも世界各国から取り寄せてるみたいで。本当ですね、口当たりもよくって今まで飲んだことないかも。リサさんは行きつけの店とかあるんですか？はい、会社近くの居酒屋なんですけど、おつまみが絶品なんです。うちからも新鮮なビールを提供しているので、これがまた最高に合うんですよ。ああ、恋はハイパードライですか。いつも缶ビールを冷蔵庫に常備してます。ありがとうございます。うちでもおつまみの新商品開発したいな。せっかくだから小岩ホールディングスさんのお酒に合うおつまみを作ってもいいかも。それならスクランブル製作所にも声をかけて、晩酌セットみたいに発売するのもいいかもしれませんね。確かにナイスアイデアです。で、結局仕事の話になっちゃいますね。それだけお酒が大好きってことですよ。マサトさんとはお酒の話たくさんできますし、また今度私の行きつけにも一緒に行きませんか？ぜひ。結局仕事の話も多くなったが、俺たちはお酒好き同士語り合っていた。そんな時、あれ、山田じゃん、奇遇だな。やばすぎ。で、誰だよその美人。はじめまして、俺ときめきフーズのやばすぎチャラ男です。こいつとはどういった関係で？小岩ホールディングスの佐々木リサと申します。マサトさんとは前にお仕事した時に意気投合して、お友達としてお付き合いさせてもらってます。ちょっと待てよ、もしかして前に俺が任された企画の時に会ったのか？ああ、でもヤバすぎは出張が嫌とかで断っただろ。こんな美人と仕事できるなら受けてたっての。佐々木さん、こんなやつじゃなくて俺と飲もうよ。私は山田さんと約束してたので。ああ、俺ならもっと楽しませてあげるのにな。俺はリサさんと二人で楽しむつもりが、ヤバすぎはリサさんの隣を陣取ってしまったため、なかなか話をすることができない。そのため、すみません、ちょっと会社から呼ばれちゃって。私お先に失礼しますね。ああ、リサさん残念だな、また今度ね。お前の話がつまらないから佐々木さん帰っちゃったじゃんか。可愛い子見つけて二人で飲むつもりだったのに、お前が居座ってたせいだぞ。
なんで俺のせいになるんだよ。俺だってリサさんと二人で飲む予定だったのに。俺ももう帰るよ。はあ、どこかで飲み直すかな。マサトさん。リサさん、会社から呼ばれたんじゃ。あんなの嘘ですよ。私はマサトさんと二人で飲みたかったですから。別の店で飲み直したくてマサトさんに連絡しようとしてたんです。その時にちょうど出てきたので、以心伝心ってやつですかね。さっき話してた私のおすすめの店がここから近いので、今からどうですか。はい。こうやって俺たちはプライベートや仕事終わりに飲みに行く機会も増えていったのだが、さっさきさん、この後俺と飲みに行かない？やばすぎ、打ち合わせ中だぞ。なんだよ、邪魔すんなよ。ヤバすぎは仕事中だろうとお構いなしにリサさんを誘って邪魔をしてくる。そんな折、俺とリサさんで新たなプロジェクトを立ち上げた。以前話に上がった晩酌セットの開発だ。もちろん今回もスクランブル製作所さんにも声をかけて、俺たちは共同で企画を進めることになった。しかし、納得できません。もともとは俺の仕事だったんだから、俺が担当になってもいいじゃないですか。ヤバすぎくんは自分から辞退しただろ。取引先との信頼関係を築いてるのも山田くんだし。今回は新商品の開発もしますし、優秀な人間が担当するべきですよ。ちょっとヤバすぎ。どうせ俺が優秀で自分よりうまくやってるところを見たくないんだろ。そこまで言うなら、次の打ち合わせに同席できるように先方に掛け合ってみるよ。最初からそうしておけばよかったんだよ。これ今までの議事録と企画のデータだ。打ち合わせ前に目は通しておけよ。まあまあ、俺がもっと企画を良くしてやるから任せとけって。それから俺はリサさんとオタクダさんに連絡を入れ、次回の打ち合わせはうちの会社ですることになった。そして俺たちは準備を進め、打ち合わせ当日。佐々木さん、会いたかったですよ。どうも。山田なんかよりも俺の方がすごいって証明してみせますよ。まずは俺の完璧な企画から見てもらいましょうか。これはどうだ、山田も俺を見習って今後の参考にしてもいいんだぞ。確かに参考になりますね。はい、この企画は反面教師として参考にさせていただきます。こいつの企画なんかよりも何百枚もいいだろ。あなたの企画が山田さんのものよりもいい？この企画が。そもそも顧客のニーズ分かってますか？でもこいつのよりもいい素材使ってるし、きっと満足してもらえるっていうか。そのせいで予算はめちゃくちゃで納期も無視してますよね。どうあがいても赤字になりますよ。俺は山田から何も聞いてなかったんだ。だからいい加減にしろ。俺たちは仕事をしてるんだ。俺に張り合うためにこの企画を利用するな。それにデータだって渡してるし、企画書を見る限り完成品を俺のよりいいものにすることしか考えてなかったんじゃないか。100歩譲って企画書を作成するなら、予算や納期、仕様みたいな基本的な情報は確認するのが当たり前だろ。そうですね。それに今回は3社共同で行っているプロジェクトです。つまりお互いに信頼関係やリスペクトがあってこそ成功するものだと思ってます。それは取引先である私や佐々木さんだけでなく、山田さんに対してもそうですよ。やる気があるなら協力する道もあったと思う。でも輪を乱すようなやつは必要ない。金輪際お前を企画には参加させない。俺の企画書は完璧なのに。それからヤバすぎは。俺は何も悪くないんです。会社の利益を考えて。それで損害が出てるんだ。部署移動は決定事項だ。そんな。今回に限らず無茶苦茶な企画書を作り続けたため、窓際部署への移動が決定した。俺たちはというと。では企画成功祝して。乾杯。今回の企画は大成功を収め、第2弾第3弾と話が進んでいった。プロジェクトは大きくなり、それぞれがリーダーとして付き合いは続いている。さて、私は新幹線があるのでお先に失礼しますね。おたくださん、また次回もよろしくお願いします。
俺たちもしばらく飲んでから帰ることにしましょうか。もう一軒どうですか？行きたいのは山々ですけど、時間も遅いですし終電だって。大丈夫です、私の家なら時間無制限ですよ。それってこれからもたくさん企画していきませんか？今度は私たちの将来も。頼む、俺と一緒に旅行に行ってくれ。俺の名前は山本正人、大学2回生だ。大学に入ってからの友人高野勇気はイケメンで女子から人気だ。対照的な俺たちだが、入学してすぐに困っていた俺に勇気が声をかけてくれて仲良くなり、今では親友と言っても過言ではない。だからこそ俺には勇気しかいないんだ。お前じゃないと俺はもう。ちょ、周りに変な誤解されるんだけど。とりあえず理由聞くから場所変えよう。それでなんで旅行に行きたいの？俺さ、女子が苦手だろ。ほら前に話したけど、高校生の頃に女子に振られたって話。ああ、俺は高校時代の修学旅行中、好きな子に告白したことがあった。彼女は誰にでも優しく、そんなところに惹かれたのだが。ごめんね、マサト君と付き合うとか考えたことなくて。そうなんだ、いつも優しいから両思いかななんて勘違いしちゃって。あはは、本気で付き合えると思ったの？え、自分の立場はちゃんと自覚した方がいいわよ。この時俺は彼女の裏の姿を見てひどくショックを受けた。しかも翌日には告白の噂が学年で広まっていたのだ。その修学旅行以来、女性が苦手だけど俺もいい加減一歩踏み出したいんだ。だからあの時と同じ場所に行って、当時の嫌な思い出を忘れるくらい勇気と楽しい思い出を作りたい。もちろんそれで女性への苦手意識を克服できるとは思わないけど、少しでも変わりたいんだ。マサト、こんなこと勇気にしか頼めないから。そういうことなら協力するよ。本当か？でもさ、そんなお金あるのか？マサトって貧乏苦学生だろ。俺は地元にいるのが気まずかったため、親に無理言って上京している。そのため日々バイトをしながら生活費を稼いでいる状況だ。勇気はいいよな。家のセキュリティもしっかりしてるし、俺なんか月3万のボロアパートだぞ。親が過保護なんだよ。代わりに友達すら家に呼べないし。そういえば勇気の家行ったことないな。とりあえず安いホテル探してみるから俺に任せてくれ。わかった、空いてる日だけ連絡するから日程調整はまたしようか。お、ありがとな。こうして俺たちは2人で旅行へ行くことになった。今回はせっかくの旅行だからとリフレッシュも兼ねて2泊することにした。旅行当日を迎え、俺たちはひとまずホテルにチェックインしたのだが。どういうこと？あれ、言ってなかったっけ？聞いてないよ、ベッドが1つなんて。でも男同士なんだから別にいいだろ。これが一番安かったんだ。俺は勇気となら余裕だし。それはその、いやでもな、しかもシングルベッドだし。あ、ごめんな、確認も取らずに勝手なことして。旅行もお願いして来てもらってるわけだから、俺はソファーで寝るよ。いややっぱり大丈夫。でもせっかくの機会だし、もっと仲良くなるためにもさ。うん、それがいい。勇気がそう言うなら。その後俺たちは街に出て観光をした。おのおの計画していた行きたい場所を満喫した。そしてホテルに戻った俺たちは風呂に入ったのだが、勇気のやつ部屋に風呂があるからよかったけど、大浴場が苦手とはな。そういえばよく考えたら泊まりで遊ぶのってこれが初めてだ。戻ったぞ。おかえり。あれ、なんか勇気いつもと雰囲気が違うような。そんなところに突っ立ってどうした？早く中入りなよ。うん。その後しばらく話して寝ることになったのだが、まつげ長っ。イケメンだとは思ってたけど、これほどまでとは。翌朝。はあ、おはよう。あれ、どうかした？なんでも緊張して全然眠れなかった。その日も俺たちは観光へ出かけた。しかし俺は変に勇気を意識していつもよりぎこちなく接してしまい。ほら、昔のこと思い出して緊張してるんだろ。
ほら、リラックスして。これ美味しいぞ。ありがとう。今一緒に来てるのは高野ゆうきで、昔好きだった子じゃないでしょ。そうだけど、緊張してるのはそういうことじゃ。難しいかもだけど、過去のことは一旦忘れて、今を一緒に楽しもうよ。ゆうきと楽しんでるから緊張してるんだって。この日は夜に、当時の俺が昔好きだった子に告白した現場に行った。しかし、ゆうきが隣にいるため、ある意味思い出を上書きされていたと思う。いやー、旅行前はいろいろ不安だったけど、マサトと一緒に来れてよかったよ。誘ってくれてありがとう。ああ、でも明日もまだ残ってるぞ。それもそっか、明日も二人で楽しもうね。俺風呂入ってくる。行ってらっしゃい。ゆうきは男なんだぞ、変な気を起こすなよ。俺で、やば、慌てて出てきたからスマホ忘れた。一応取りに戻るか。悪い、ちょっと忘れ物して。って、マサト、それ手に持ってるのって、しかもその胸、お前女だったのか。バレちゃったなら仕方ないね。そうだよ、やっと気づいたんだ。どうして男のふりなんて。だってマサトは女性が苦手でしょ。だから男のふりをしてマサトに近づいたの。私マサトが好きなんだ。声をかけたのだって仲良くなるためなの。ずるくてごめんね。あ、いや、それはいいんだけど、俺が女性を苦手って話したのは仲良くなってからじゃ。とりあえずお風呂入ってくるんでしょ。私もその下着つけてないから早くお風呂入りたいんだけど。ごめん、すぐ行ってくる。まさかの事実に複雑な俺だったが、それからも勇気は変わらない。寝る時だって、昨日も一緒に寝たんだからいいでしょ。と、同じベッドで寝ることとなった。結局この日もなかなか寝つけなかった。そして最終日、さあ行こう。ああ、服装とかいつもと変わってないのに全然違って見えるぞ。それになんでそんなに離れてるの。いつも通りでいいじゃん。今更だけど、いろいろ柔らかい。何か変わったわけじゃないし、俺が気づかなかっただけなんだろうけど。あ、ごめん、女子苦手だし嫌だったかな。ちょっと距離が近いけど、勇気が友達なのは変わらないし、適度な距離なら大丈夫だから。ありがとう。かわいすぎだろ。こうして俺たちの旅行は終わった。大学での勇気は今までと変わらず男っぽい格好をしていて、相変わらず女子からモテモテだ。しかし、お邪魔します。ノート借りに来たよ。ああ、勇気、ノートならテーブルの上に。って、似合わないかな。いつもは男のふりしてるけど、本当はこういう服が好きなんだ。めちゃくちゃ似合ってると思います。二人きりになると勇気は可愛らしい服装をしてくる時もある。そんな可愛い勇気から告白されている俺は意識しないはずはない。しかし俺はどうしてもあと一歩が踏み出せなかった。修学旅行の嫌な思い出はほとんど忘れてる。それ以上に勇気と過ごす時間が楽しかったし、いろいろと衝撃的だったからな。でもやっぱり何年も苦手だったから、女性ってだけで少し怖いって思っちゃうんだよな。それからも俺と勇気は相変わらず微妙な距離感だった。そんなある日のこと。あ、大丈夫ですか、怪我とかは。すみません、つまずいちゃって。お手をお借りしてもいいですか。あ、私モテたいかまこって言います。お名前を聞いてもよろしいですか。高野勇気です。勇気くん、ありがとうございます。って、あれ、山本くん。モテたいさん、高かぶりだね。山本くんも上京してたんだ。元気だった。うん、モテたいさんは同じ大学だったっけ。ううん、別の大学だけど、この大学のサークルと最近交流することになったんだ。毎週大学に来るから、これからも仲良くしてね。あれ、ちょっとこれから用事あるからまた今度。あ、マサト、急にどうしたの。実はあの人が昔好きだった人なんだ。え、ごめん、ちょっと一人にさせてもらっていいかな。心の整理したくって。うん。それからもモテたいさんは
大学で会うと俺たちに声をかけてくるようになったのだが。ゆうきくんって好きな食べ物とかある？サンドイッチとか。今度作ってくるよ。遠慮しようかな。そんな。じゃあ美味しいお店探しておくからデートしよう。それもごめん。ねえ山本くん、ゆうきくんがそっけないよ。あははモテたいさんはゆうきを狙っているようだ。俺に話しかけてくるのは優しさアピール&可愛こぶるためだろう。話したくない俺は極力避けているのだが、どうしても避けられない時がある。そんなある日。ねえ山本くん。モテたいさん、ゆうきくんってどういう人が好きなの？まずい、油断してた。返事しちゃったから逃げるのも変だし。あんまりわからないかな。まさか俺なんて言えないし。山本くんって優しいよね。私の話も真剣に答えてくれるし。質問に答えただけだけど。昔は告白断っちゃったけど、実は後悔してるの。それに今ならうまくできるかもだし。無理だよ、俺だって今と昔じゃ違うんだ。はっ、そう。どうなっても知らないから。翌週。ゆうきくん、ダメ。モテたいさん、山本くんとは仲良くしない方がいいよ。この人すごいひどくって、昔告白を断ったことがあるんだけど、当時のことを持ち出して逆恨みしてくるの。マサトが？私は仲良くしたいのに。これってもしかして高校の頃と同じことになるんじゃ。あの時もモテたいさんが噂を流して、誰かに何かされたわけじゃないけど、卒業まで周りの視線が気になって。マサトがそんなことするはずないだろ。君がどれだけひどいことをして心を痛めても、マサトは君みたいに周りに言いふらしたりなんかしないんだ。な、勇気。まあお人よしすぎるから、もうちょっと言い返してもいいくらいだけどね。ゆうきくんのこといい人だと思ってたのに。何よ、そのやつかばっちゃって。もしかしてそいつが好きなの？うん、マサトのこと大好きだよ。男同士なのに何言って。何言ってるの、私は女だよ。私を騙したのね。マサトにバレてからも周りを驚かせないために隠してたし、結果的にそうなったのは謝るよ。でもマサトに男友達として近づくのが目的だっただけで、私は今まで一度も俺とか僕とか言ってないし、君に男だなんて自己紹介してないよ。くねね。でもこんなやつが好きなんて趣味が悪いわね。何言ってるの、女の子が苦手なのに困っている人がいたら助けるようないい男なんだ。君こそ見る目がないんじゃない？ゆうき、でも困ってる人を助けたって。高校生の頃塾に通ってたんだ。でもある日の帰り道、知らない男の人に声をかけられたことがあってさ。君かわいいね、これから俺らと遊ばない？私帰らないと。大丈夫、楽しませてあげるからさ。おい、その子困ってるだろ。邪魔しやがって。ありがとうございます。すみません、怖くって手が震えちゃって。落ち着くまでそばにいるよ。そこの公園行こうか。この時に助けてくれたのがマサトだった。高校は違うけど、私たちは同じ塾に通ってたんだ。たまたまあの道を通って困っていた私を助けてくれたの。それで私はマサトに惹かれて、後日告白をしようと思ったんだけど。この前はありがとう。それでそのよかったら俺にご飯とかどうかな。君と仲良くなりたくって。あ、ごめん、実は俺女性が苦手なんだ。好きな子にひどい振られ方しちゃって、だから今は女の子と距離を取るようにしてるんだ。そうなんだ。それから私はマサトのために関わらないようにしてた。実は進学先が同じと知ってたからチャンスだと思ってたの。私が当時の子だとバレないように見た目を変えて、大学入学してから男友達として仲良くなろうと思ったんだ。何よそれ。女の子を苦手になったのが私のせいって言いたいの？そいつが勝手に私を好きになったんだから、私は悪くないもん。私は周りにチヤホヤされたいだけで、告白されても迷惑なの。イケメン以外お断りよ。好きになって告白したのはマサトだけど、
相手を蔑んだり周りに言いふらす必要はないと思うけど。俺は正直モテたいさんのこと嫌いになってた。でも今は恨んでない。嫌な思い出ができたけど、そのおかげで勇気と友達として過ごせて、より親密になれたと思うんだ。それに大切なことに気づけたから。何を大切なことって。本気で人を大切だって思う気持ちだよ。これが恋愛感情かはわからないけど、俺は勇気のことが何よりも大切なんだ。マサト、ところでさ、私たちのことよりもとりあえず自分のこと気にした方がいいんじゃない？ここどこだか分かってる？え、それは。かなこちゃん、さっきのはどういうこと？僕のこと好きじゃなかったの？拙者も同じこと言われましたぞ。それに一緒にいるときは安心できるって言われました。普段の可愛いかまこちゃんは嘘だったの？別に何言おうが、どんな性格だろうが私の勝手でしょ。何しても本人の勝手だけど、自分のやったことには責任を持たないとね。ありがとう、勇気が信じてくれたおかげで昔のことをようやく清算できたと思うんだ。力になれたならよかったよ。でもマサトが誠実だから信じただけで、過去を乗り越えたのはマサト自身の力だよ。頑張ったね。あ、それでさっきの話だけど、私のこと大切って本当？ユキが女の子だって知る前からちょっと意識してたんだ。もちろん今まで女の子が苦手だったからすぐに恋愛感情とは断言できないけど、勇気が俺のことを思ってくれるなら俺もその気持ちに応えたい。情けないかもしれないけど、待っててくれないかな。情けなくなんかないよ。いつまでも待ってるし、私こそ好きになってもらうために頑張るね。あ、勇気。マサト大好きだよ。その後、風の噂によるとモテたいさんはいろいろなサークルの学生に思わせぶりな態度をとっていたことが発覚した。チヤホヤされるのが目的でまともに活動もせず、サークルの風紀を乱していたからと出禁になったようだ。俺と勇気はというと。マサト、おはよう。あ、勇気、おはよう。接し方変わらないのに、この可愛さは反則だって。勇気は前の一件で大学でも女性だとバレたため、開き直って可愛い服装をしている。最近は髪も伸び始めて、俺は一段とドキドキさせられていた。勇気、今度旅行でも行かないか？急にどうしたの？私こう見えて女の子だけど。分かってるよ、勇気は可愛い女の子だ。マサト？友達以上の関係に進みたいんだ。だからちゃんと伝えさせてほしい。うん、楽しみにしてる。それじゃあ一緒に計画立てないとね。俺の名前は田中幸喜、陰キャフリーターの22歳。毎日無気力にバイトをこなしてるが、それは仮の姿である。そう、俺の真の姿は、待ってました。みんな、もぎたて取れたてときめきフルーツです。私はリーダー、真っ赤な果実リンゴです。トゲの中には可愛い甘さマロンですわ。で、ピチピチピーチな桃色担当桃です。超絶可愛い桃ちゃん、俺の最推し、生きがい、愛してる。そう、俺は地下で輝く3人組アイドルときめきフルーツの大ファンなのだ。3人は高校の同級生で結成され、俺の最推しは桃色担当の桃ちゃん。メジャーデビューを目指してるのだが、まだファンは数十人程度。でもだからこそ、ももちゃん、この世で一番愛してる。こんな最善でレスがもらえる。もちろんライブが終わっても。こうきくん、いつもありがとう。とんでもない、オタクとして当然のことを。あ、チェキ3枚で。そんなに？あ、でも他のお客さんの迷惑に。うん、嬉しいよ。二人は混んでるけど私は空いてるからさ。あんたたち、他のアイドルに浮気したら承知しないから。あら、下々の皆様ごきげんよう。うわ、最高。
私はこれといったキャラもないし。何を言ってるんだい、ももちゃんはこの世で一番可愛いじゃないか。純粋無垢な笑顔と天才的なダンススキル、どこを取ったって僕のナンバーワン、君しか見えないさ。コウキ君、ごめん、つい興奮して。この世で一番、君しか。コウキ氏、今の言葉感動しましたぞ。オタクだし、今日も参戦してましたか。もちろんでござる、箱推しとして全員とチェキを取りますぞ。それができるのも地下の醍醐味だよな。でも距離が近い分厄介なオタクも。なあ、いいだろ、もっと近く寄ってよ。そうだ、この後二人で。ちょっとあいつ、最近よく見かける厄介者か。今すぐ俺が守って。ああ、困りますね、お客様。うちの大事なアイドルを困らせちゃ。え、んだよ、ちょっとくらい。あれは、時古が所属してる事務所の所長。かなりいかついですが、頼りになりますな。それから数日後。今日のライブもレス大量にもらえたし、最高だったな。しかし、いくら距離が近いとはいえ、調子に乗っちゃダメだ。プライベートでつながるなんてのは妄想に収めないと。血は喧嘩か。でもこの声、困ります。間違いない、ももちゃんだ。ちょっと待った、誰だお前。こいつ、あの厄介者か。てか酒草。とりあえずここは彼氏だ。俺の女に触れるな。はあ、そんな嘘。所長ももうすぐ来ますから。何なんだよ。言ったかって、とっさに嘘ついたけど、どうする。推しのアイドルを助けるなんて妄想したことが現実に。花、いつも来てくれてるコウキ君だよね。そうだけど。プライベートももちゃんも圧倒的な可愛さ。もしよかったらお礼に。いや、僕はただ困ってる人を助けたいだけだから。それじゃ次のライブで。これでいいんだ、俺みたいなオタクが個人的なつながりを持っちゃいけねえ。この夜のことはそっと胸に秘め、これまで通りのオタ活に戻るはずだった。なんと俺は次のライブ後にある場所へ呼び出されたのだ。君か、モモ君を厄介者から守ってくれたのは。まあ一応。てかここって楽屋ですよね。ああ、本当にありがとう。そして申し訳ない、私も気をつけてるつもりだが手が回らなくてな。奴は前から問題視していたため警察には連絡済みだ。はあ、モモを助けたヒーローじゃん。いつも最善で見てくれてるコウキさんでしたよね。いつも応援ありがとうですわ。さっきステージで見てた二人が目の前に。でもこんな幸せ空間身に余る。深呼吸だけして出よう。そうだねえ所長、この人にうちらの用心棒してもらおうよ。おお、いいアイデアだな。はにゃ、うちが抱えるアイドルも増えてきたし、君が望めば正社員として雇用しよう。ライブには毎回欠かさず来てくださってますし。そうそう、ほらママ、いつまでも隠れてないでさ。別に隠れてるわけじゃ。でも私からもお願いしたいな。推しにこんな顔されたら。やります、やらせてください。よし、じゃあメジャーデビューまで頼んだぞ。そこまで。こうして俺はバイトを辞め、正式に所長の会社で雇用契約を結んだ。業務内容は用心棒というよりマネージャーに近いものだった。所長曰く、元オタクの力を発揮してくれとのことだったが。よしマネージャー、今日からよろしくね。よろしくお願いします。ももちゃん、やっぱ元オタクがマネージャーなんて嫌か。そんじゃ早速今日の瀬取りどうする。そんなことまで。しかしこんな光栄なこと。こんなのはどうかな。あんまりやったことない感じだけど。やっぱ所長に相談を。私はこれすごくいいと思う。そう。それじ
これでキッティに。そろそろ準備しましょうか。数時間後。いや、今日の瀬取り最高でしたな。受けよくてよかった。でもすまないオタクだ、俺はこっち側に。お疲れ。いや最高だったね。今までで一番の盛り上がりでした。しかしこれ転職かもしれない。それからは宣伝にも力を入れ、少しずつお客様も増加。俺も仕事として3人と接することに慣れ始めていた。みんな並んでちゃんと撮るからね。うんうん、かなり人も増えてるし絶好調だな。このまま特にトラブルもなくいけば。ももちゃん、あいつは。やっと会えたね、今日こそ俺と。困ります、お客様、うちの大事なアイドルですから。はっ、好奇心、最近見ないと思ってたらそっち側に。くっ、ちゃんと説明してから表に出ようと思ってたが仕方ない。邪魔するんじゃねえ。とにかく今は俺がどうなろうとももちゃんを守る。とはいえ俺なんかに止められ。おっと、がっ、え、動きが早すぎて見えなかった。違う、今オタクだがメガネを拾うふりをして。好奇心、そっち側は任せましたぞ。オタクだ。また助けられちゃった。その後警察と署長が駆けつけ、厄介者は無事連行。元オタク仲間にもいろいろと訳を説明し、納得と応援の声をもらった。改めてマネージャーとはいえ一線を越えないようにしようと言い聞かせていた矢先。普段の働きも考慮し、君にこれを捧げよう。これはうちらが住んでるシェアハウスの鍵。鍵、何かあってからでは遅いですしね。寝坊しちゃうこともあるかもだし。とはいえさすがに使うことないよな。そう思っていたのだが。おい、呼んどいて誰もいないの。家具が届いたから運んでって。これもマネージャーの仕事なのか。でも怪我したら大変だし。カーキ君、いらっしゃいませ。部屋着の推しだと。ダメダメ、これも仕事。あれ、二人は。急に買い物行っちゃって、だから二人きりだよ。そうなんだ。じゃあちゃちゃっと運んじゃうね。落ち着け俺、この動機は家具を運んだからであって。どうかした。新しい衣装どうなったかなって。ああ、それがちょっと相談したくて。これもいい。でもサイズ的にどうだろう。そういえばももちゃんってこういう裏方のことにも積極的だよな。うん。それともまさか俺と話すのが楽しいとか。うん。ああ、ごめんって。何を。サイズ測る。いやさすがに。でもこれもマネージャーの仕事じゃない。そんな職権乱用が許されて。ただいま。あらあら、帰るのちと早かったか。もう一回出ましょうか。ちょっと二人ともどういう意味。あれだから、仕事だから。仕事、はいはい、分かってますよだ。それからというもの、虫が出たり誰かが寝坊するたびに家へ行くようになった。その流れで打ち合わせもするようになり、何かと滞在する時間も増加。とはいえマネージャーとして変な意識は持たないよう心がけていた。ごめんね、いつも遅くまで仕事に付き合ってくれて。うんうん、私こういうの好きだっさ。でも助かるよ、俺なんて結局素人なのに変わりはないし、3人の足を引っ張ってるんじゃないかって。そんなことない、コウキ君はデビューした時からずーっと最善で応援してくれてたし、私のことを一番見てくれてた。ももちゃん、こんな優しい言葉までかけられたら俺って。ダメダメ。あ、そうだ、最近ライバルになりそうなアイドルグループが。え、他のアイドル見てるの。まあこれも仕事の一環かなって。ふーん、私が目の前にいるのに。ももちゃん、なんか目が怖。私今何を。
いや別に普通だったよ。何だったんださっきの目は。でも変な気は起こさず仕事に集中しないとな。それからも時振るの人気はうなぎ登りだった。深夜帯だが地上波に出たり、リンゴちゃんにはツンデレキャラのゲーム声優、マロンにはモデルの仕事といった個人仕事も少しずつだが舞い込むように。マネージャー、ここのセリフさ。コウキさん、ちょっとポージングを。わかったわかった、ちょっと待って。ああ、ももちゃんにもこんな話が。へえ、そうなんですね。また明日聞きます。あれ、なんか最近様子がおかしいよな。じゃあリンゴちゃん、セリフを。もう大丈夫、私も。ああそう。それから数日後、なんか最近みんな様子がおかしいというか、とにかくももちゃんにも個人仕事を。おはよう。あれ、二人は。二人とも個人仕事の打ち合わせなんだけど、所長と行くって聞かなくて。そうなんだ。ああでもももちゃんにもちゃんと仕事は。いや、いいの。じゃあ今日はっきりで。ああそうだ、ももちゃん、なんかやりたい仕事とか。あ、交渉成立。無事に仕事が決まったのかな。誰。え、仕事の女。あ、ねえ、女だよね、せっかく二人きりなのに。ももちゃん、目がなんか浮気だ。私しか見てないって言ってたのに。浮気？別に付き合ってるわけじゃ。あの時彼氏だって言ったじゃない。あれは演技のつもりで。そうだよね、ごめん、私最近どうかしてるな。どうしたんだろう、ももちゃんだけ個人仕事が少ないからか。とにかく何か仕事を。しかしその後もももちゃんは裏方やグループ活動には積極的なものの、個人仕事には消極的だった。一方で2人が名前を売っていったおかげか、ついにメジャーデビューの話が舞い込んできた。早速レーベル担当者と所長も交えて話し合うことに。デビューは3人で、マネジメントもこちらで。やっぱ俺はお役ごめん。でもこの寂しさはエゴでしかない。最後に背中を押さないとは。やったな、3人とも。これで夢が。その条件は飲めません。え、大変恐縮ですが、私たちからの条件は2つあります。1つ目はメジャーデビューするなら私とマロン2人にしてください。え、ちょっと待ってよ、なんで。今まで3人でずっとやってきたじゃないか。ももちゃんの気持ちも考えて。考えてるよ。考えた上だよ、もも。今まで付き合ってくれてありがとう。あの約束忘れてないですよね。うん。あの約束って。私たちは高校の時、確かにアイドル好きが理由で仲良くなったの。でもももが憧れてたのはアイドルの裏方でした。それで私たちがももは可愛いから舞台に立とうって説得して、そうして3人で結んだ約束が、結婚したい相手が見つかったら表舞台から降りる、だよね。そうだったのか、だからずっと。でも私にそんな相手いるんじゃないの、すぐ隣に。やっぱり罪悪感あったんだ、無理に付き合わせてるんじゃないかって。でも純粋でうぶなももを任せられる男性なんていない。そう思ってた時に、ずっと一途に推し続けてた上に、危機から救ったヒーローオタクさんが現れたってわけ。あ、まあ最初からモモはベタぶりだったし。でもモモは奥手ですから、いろいろサポートしたり嫉妬心をくすぐったり。わざとやってたの、まんまと私。ってことでマネージャーになら任せられるって私たち3人は思ってるんだけど。3人わしじゃよ。2人から事情は聞いて、すでに契約は成立してるから安心せ。契約。あの写真はそういう意味だったのか。もちろん2人の自由だよ。でももう私たちは無理に付き合わせたくないんです。コウキ君、私のことは気にしないで。
確かにもう舞台に立つ自信はない。だからってコウキ君の人生を巻き込むのは。いや、巻き込んでほしい。え、そもそも俺の人生は君がいないと成り立たないんだ。もちろん本気で3人のために仕事してきた。でもやっぱり俺はももちゃんのことしか見えないや。コウキ君、元オタクで元マネージャーだけど、今度は俺の奥さんになってくれませんか？そんなの、こちらこそだよ。もう絶対話さないから。独り占めだから、よそ見したら許さないから。ももちゃん、ありゃ、なんか私たち刺激しすぎちゃったかしら。あ、そうそう、もう一つの条件ってのは。その後、ももは引退とともに結婚を発表し、表舞台からは姿を消した。一方、リンゴ&マロンはときめきフルーツとしてメジャーデビュー。3人でデビューした場合の予想売上の3倍を2人で叩き出すという交換契約をたった数年で成し遂げた。そしてもう一つ結んだ契約というのが。はぁ、疲れた。マネージャー、お水ちょうだい。はいよ。この衣装やっぱり最高ですわ。さすがは売れっ子スタイリスト。二人のおかげだよ。そう、メジャーでも俺をマネージャーに、そして衣装や振り付けはモモが担当することだった。一方、所長は今も地下で原石を探し続けている。そうだ、久々にみんなでご飯食べない？よくってよ。お、いいね。モモもこの後何もない。モモ、もちろんいいけど、二人とも、コウキは私のだからね。コウキ、浮気なんて絶対しないよね。ね？いえ、もちろんです。確かに、リンゴとマロンはモモの新たな扉を刺激したのかもしれない。ただ、これはこれで超絶可愛いのでオールオーケーなのだった。またあいつらか。俺の名前は加藤健、小岩校に通う2年生だ。この町で肉屋を営む父譲りの目つきの悪さから、昔から勝手に恐れられていた。売られた喧嘩だけ買い続けた結果、国王の加藤健とかいうダッサい異名がついている。しかし人付き合いは苦手だし、この小岩市も平和になるし、結果往来なはずだったのだが。なゴリラ、うるせんだよ。あとゴミ捨てんな。うお、小岩氏は俺らマジカルバナナのもんだ。てめえらは隣町にすっ込んだろ。たく、あのゴリラ野郎、俺の地元を汚しやがって。でも俺一人じゃさすがに相手しきれねえってことで、トリマー募集かけてみたが、1年以上経っても全然来ねえな。仲間と言えるのはあいつらくらい。そんなのじゃ人来ねえって。ああ、ってなんだお前らか。いや、それにしてもあいつら日に日に調子乗ってるね。許せない。赤髪の木村翼、金髪の岡田光、銀髪の後藤祐樹、この3人は西高でトップ3を張っているという不良たち。学年は一つ下だが、ゴリラ野郎が暴れ出してから仲間意識が芽生え、何かとつるむことが増えたのだ。あいつら締めるにももう少し人手が欲しいんだけどな。いや、俺ら4人で十分っしょ。そうだ、4人でチーム作らないか。賛成。みんなで力を合わせてさ。チーム、力を合わせてか。募集かけたもののずっと一人だったし、ちょい抵抗が。いいじゃん、俺ら小岩氏を守る仲間だしさ。仲間、そうだな。よっしゃ、ここは一丁協力しようか。そう、来なくっちゃ。じゃあ早速チーム名とか決めようよ。旗とか作りたい。こうして俺は初めて誰かと力を合わせることになった。慣れないながらも3人といろいろ相談しつつ、ついに。いい感じじゃん。漫画みたいでかっこいい。だな。でもハートとかいるのか。いるっしょ、恋わしを背負うわけだしさ。かっこいいじゃないか。そういうもんか。じゃあ早速町をパトロールするか。ってなんか近くね。そうか。
剣は一応総長なんだし守らないと。護衛だよ護衛。年下に守られるほど弱くは。あのもしよければ私たちもチームに入れてくれませんか。え、なんで。それはそのこいつら目当てか。確かに3人とも綺麗な顔してるもんな。でも見た感じ戦力にはの。でも仲間は多い方がいいか。悪いね、俺らは4人であるからさ。大丈夫、この町はちゃんと守るよ。そう、我が恋はスクランブルズがね。応援してます。なあ、よかったのか。仲間は多い方が。言っただろ、4人で十分だって。ま、確かに俺女はちょっと苦手だし。それってさ、なんでなの。そりゃ単に女慣れしてないだけとかダサくて言えねえ。じゃ、力も弱いし面倒なだけじゃん。ほら、飯でも食って帰ろうぜ。おお。それからというもの、放課後はいつも4人で過ごすようになった。おかげでゴリラ野郎の暴走は治ったが。今日何食って帰る。クレープ。ゆうき、それ昨日も食べたでしょ。これが青春ってやつなのか。なんか楽しいぞ。ただちょっと気になることがあるんだよな。ケン、それうまい。ああほらよ。遠慮すんなって。ほら、光も飲むか。いやでも別に友達だし気にすること。うん、確かに美味しい。なあユキ、お前ずるいって。いや、ずるいってなんだ。なんか妙なとこで照れるっていうか。友達ってそんなんなのか。悪いな、手伝ってもらって。いえいえ。なあ、悪い、3人とも、そっちの荷物持ってきてくんね。はいはい。にしてもケンが友達連れてくるとはな、心配してたんだぞ。大きなお世話だってな。って遅いな、あいつら。大丈夫か。これくらい余裕で。まだ本気出してないだけ。お前らってさ、本当に西高でトップやってんの。当たり前じゃん、正真正銘3トップだよ。もしかしてってなわけないか。手伝いの俺だ、好きなだけ食ってけよ。はい。やっぱり。なーい、母さんまで何話してんの。冷める前に食っちまうよ。うわあ。そうだ、今日は3人とも泊まっていけ。風呂も4人で入りゃ節約だしな。俺は別にいいぜ。何言ってるのよあなた。ほら、みんな遅いし今日はもう帰りな。そうさせてもらいます。なんだ、まさか本当にこいつら。その後も引っかかる部分はあるものの、4人で過ごす日々は充実していた。ゴリラ野郎も随分静かになっていたのだが、それは嵐の前の静けさだった。あれ、いつもここで待ってんのに。ちょっと西高まで行ってみるか。で、西高初めて来たけど、確かここかなり頭いいって話じゃ。あなたはもしや、カトケン様では。あ、本物に会えるなんてラッキーだわ。なんでこんな俺西高で人気なんだ。で、そうだ、あの3人知らね。トップ張ってる、あの。あの子たちならさっき知らない男に連れて行かれてました。うちの基地で可愛がってやるとか。なんだと。悪い、ちょっとチャリ借りるぞ。もちろんどうぞ。あのゴリラ野郎、人質のつもりか。確かマジカルバナナの基地って廃工場だったよな。頼む、無事で会ってくれ。翼、ヒカル、ユキ、大丈夫か。キャン。うっほっほ、先に取り巻きから締めようと思ってたが。てめえ。ケン、これは俺らの落ち度だ。だからケンは下がってる。おい、ゴリラ野郎。俺の連れ。いや、俺の女に手出してんじゃねえぞ。いい度胸じゃね。女。ケン、分かってたの。そんな。でも、バレてるならしょうがないよね。ごめん、ケン。騙すようなことして。うわマジで女か。じゃあ話が変わらねえよ。
こいつらがなんだろうと俺の唯一の連れだ。てめえは俺を怒らせた。じゃあ4人まとめて二度と俺の連れにも俺の町にも関わんじゃねえぞ。勘弁してくれ。この程度か。じゃあ行くぞ3人とも。あいつにチャリ返さねえとだし。ごめんなさい、本当に申し訳なかった。いつか言おうと思ってたんだけど。うすうす気づいてたんだが、さっき西高のやつがあの子たちって言ってて確信したよ。なんで男のふりなんかしたんだよ。それはあなたに恩を返したくて。覚えてないと思うけど、私たちあなたに助けられたから。え、数年前私たちは県内トップの西高を目指して塾に通ってたの。でもその当時町は荒れまくりで、夜になるとブンブンうるさかった。そんなある塾終わり、私たちは不良に絡まれて。ああ、まさかあん時の。ダメだ、こいつ超強え。すんませんでした。たく、お前らもこんな時間に女だけで歩くの危ねえぞ。ありがとうございます。でも私たち実家帰りで、最近ブンブンうるさいから集中できなくて。んだよ、そういうことか。そりゃ集中できねえわな。俺も迷惑してるし、まあなんとかしとくわ。それからというもの、街で暴走するやつは日に日に減った。だから今の私たちがあるのも剣のおかげ。なんとかお礼がしたくて、そんな時にあの張り紙を見たの。でも条件は男だけだったから。高校入学に合わせて男になったのだ。うわ、じゃあいきなり何っす。もうずるい。私も。なあ、帰ってきましたぞ。なあ、悪いな、勝手に借りて。いいえいいえ、あなたは我々のヒーローですから。我々？どうやら俺がこの町を統治したおかげで勉強に集中できたとみんなから感謝されていたらしい。ちなみに3人が男のふりして俺に近づいたことも周知の事実で、みんな応援していたとのこと。しかし我が西高の学力テスト3トップを守ってくださるとは。そっちのトップかい。何はともあれ、我々西高もこれからあなたの活動に力を貸します。うんうん、できることは少ないかもだけど。今までみたいに4人で。ちょまん、一緒にいようね。ぬ、足は引っ張らないようにするし。なんなら剣の恋人にでも。お前らってダメだダメだ。女ならなおさら巻き込むわけにはいかねえよ。私たちは別に。実際さっきだって危険な目に遭わせてんだ。それにみんなは俺と違って賢いだろ。町のことは勉強できねえ俺に任せて、みんなは勉強に集中しな。そうだよね。これでいいんだよな。その後ゴリラ野郎も顔を見せなくなり、小岩スクランブルズも解散。また一人の日々に戻り、どこか寂しさを感じつつ、いつもの生活に戻るかと思いきや、なんと親父が体を壊し近くの病院で入院することに。店を閉めるわけにもいかず、母さんと二人でやりくりしたが、やはり限界がある。とはこんな感じでいいか。諸事情って、あんたが女慣れしてなくて緊張するだけじゃない。うるせえ。とにかく人手が必要なんだからよ。とはいえこんな店にすぐ応募が来るわけねえか。ねえケン、バイトしたいって子が来てるから、ちょっと面接してやって。ほ、マジか、今行く。さてどんな男が。久しぶり。見て、髪伸びたよ。それウィッグでしょ。なんでお前らが来てんだよ。募集は男だけって書いてただろ。あ、でも私たちが見た時にはほら、なんか母さんだな。いいじゃない、この子たちなら即戦力でしょ。でか、母さんは女だって分かってたのか。女ならすぐ見抜けるわよ。じゃあ3人ともよろしくね。はーい。確かに即戦力だけど。ねえケン、この前はごめんね。でもこれなら文句ないでしょ。女って返せてないし、
別にいいけど、ちょっとかわいすぎるんだってな。入院中の親父にも事情を説明すると驚いていたが、喜んでもいた。3人の愛想の良さでお客さんも増えて大助かりだし、気が合うのも事実。しかし俺はというと、すっかり女の姿になった3人を意識しない方が無理だった。いただきます。やっぱお母さんの料理は世界一です。あ、ケンの唐揚げ美味しそう。いや一緒だけど、いるか。美味しい。ああ、ずるいって。私の唐揚げ。お前らごめん、行儀悪かったよね。そういう問題じゃない。そうだ、3人とも泊まってく。喜んで。いや今こそ止めろよ。やれやれ、男同士なら意識しないで済んだのに。でもよかったわ。あんた昔から女の子に緊張しっぱなしで心配してたのよ。余計なお世話だってな。でもやっぱ男の方が気が楽。そう、人を思う気持ちに性別なんて案外関係ないものよ。そうか。別に俺が意識しなきゃ友達同士で。ねえケン、ごめん、タオル足りないかも。それとも1枚で3人分ってこと？それでもいいよ。こっちがよくねえっての。意識しないとかやっぱ無理なんだが。そんなこんなで3人とより一緒にいる時間が増えて数ヶ月が経過。店は繁盛するし毎日も充実していたが、俺は3人をなるだけ意識しないよう自制していた。ねえケン、エプロンの後ろ結んでくれない？ああ、私も。はいはい。手伝ってもらってばかりでごめんね。別にいいって。お前らは男友達みたいなもんだしさ。そうだよね。そう、友達として付き合いが続けばそれで。そんなある週末のことだった。その日は何かと忙しくなる予定で、3人にも朝から手伝ってもらっていた。あら、いけない、予定時間すっかり過ぎてるじゃない。じゃあお母さんちょっと行ってき。母さんどうした？この音まさか。久しぶりだな。あん時の借りは返させてもらうぜ。懲りねえやつだな。よし、お前らは下がって。いや、自分の身は自分で守るよ。私たち男友達みたいなもんなんでしょ。ケンはお店とお母さんを。お前ら、ちょっとそこのゴリラくん、うちの子たちを巻き込まないでくれる？母さん。なんだババア、あと俺はゴリラじゃなくてゴリだ。知らないわよそんなの。迷惑だからさっさとどいて。うるせえ、女だからって容赦しねえからな。母さん、やばい、間に合わ、てめえゴル、この秋まさか。たく、退院だってのに迎えに来ねえと思ったら。親父。てめえどこの男か知らねえが、俺の女に手出したら承知しねえぞ。え、あなた。それにケン、何ぼさっとしてんだ。え、肝心な時に大事な女を守れねえ男に育てた覚えはないぞ。ケン、でも私たちは自分で。いや、やっぱ3人は下がってな。でもうじうじ言ってたが、やっと覚悟が決まったんだ。翼、光、ユキ、お前らは俺の女だ。だから俺が守る。さて、どっからでもかかってきな。尻尾巻いて帰るか、うちの店で唐揚げになるか選びな。すいませんでした。いいかケン、さっきの言葉忘れんじゃねえぞ。ああ、ありがとう親父。あなた、さっきの言葉って。ああ、寂しい思いさせてごめんな。おいおい、店の前でイチャつくのは。ケン、さっきの言葉って。ああ、意識しないように言い聞かせてたが、これからは違う。ちゃんと男と女として守るよ。ケン、その言葉を待ってた。ってことは誰を選ぶのね、私たちの総長。選べるか。その後ゴリラ野郎は相当悔しかったのか、さらに暴走し
ついに警察のお世話に。隣町まで平和になり、俺も無事に高校を卒業した。正式に親父の後を継ぐため肉屋の仕事を極め始めて約1年後、けーん、じゃーん、無事に卒業しました。あら、これあげる。ねえけん、第二ボタンちょうだい。いやもうねえって。3人とも卒業おめでとう。大学も大変だろうから手伝いはほどほどで。なーに言ってんの、3人で隣のアパート借りたから毎日来れるよ。ここ継ぐために経営学勉強してくるから。私の将来預けていいよね。で、ちょ、3人とも話が飛躍しすぎ。全員大歓迎だ。3人の規模になれるなんてお得ね。例の小岩スクランブルズは解散した。しかし近い将来家族としてこの小岩市で暮らしていくのかもしれない。俺の名前は渡辺正人、25歳。文筆業を生業としつつこの桜荘の大家をしているのだが、あー、入居者が来ない。近くのアパートも潰れたし次はここかな。ん？え、人の足、あの、大丈夫ですか？ボロボロのジャージに銀髪、外国人。いや、それより体調が心配だ。具合悪いの？救急車呼ぼうか。お腹減ったです。は？30分後。ほら、簡単なものだけど。え、これくれるのです。一瞬口調がおかしかったような。いや、気のせいか。ほら、お腹減ってるんだろ、とにかく食べ。ありがとうございます。あなたは命の恩人です。うわ、いきなり抱きついてくるな。すみません、つい癖でです。すっごい食べっぷり。おー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 、 あまり口に物を入れて喋らないように。っていうか、普通に梅干しとかも食えるんだな。変な語尾といい、案外日本に馴染んでるのか。ふぅ、生き返りましたです。それはよかった。それで君、私はアンナと言います。よろしくです。俺はマサト。それで、なんで君はゴミ箱の中に？そうですね、話すと長くなるのですが、私はこの近くの大学に通ってます。寮生活でしたが、数日前そこが取り壊しになったです。ああ、あの古いやつな。でもそうなる前にお知らせとかあっただろ。ありましたですが、そこより安いところを見つけられなかったです。私の両親、会社が倒産してこっちにお金を回せないのです。金銭面で困ってたところにアパートが取り壊しになって路頭に迷ってたってところか。それで力尽きた場所があのゴミ箱ね。ゴミ箱は漁ったら食べ物ないかなって思っただけです。あまりにも不憫だ。日本は今年で3年目になります。あと1年しか日本にいられないです。両親の会社もなくなったからビザを更新することも難しいのです。なんとしてでもあと1年この国にいたいのですが。なんでそこまで日本にいたいんだ？帰国した方が親も喜ぶだろうし、少しは生活も楽になると思うけど。私はここでしなければ、いえ、したいことがあるんです。私はこの国の風土に興味があります。それにやっとこの国に来れたんですから、このまま帰るなんてありえません。本当にそれが理由なのか？他に理由がありそうな気もするけど。何よりあの口調が気になる。語尾以外のイントネーションが完璧だから余計に怪しい。でもこのまま放置するのは心が痛むし。よし、わかった。もしよかったらここに住まない？でも私お金ないです。なら、タダでもいいし。ただ、どうしてです？誰もいないからな、寂しいと思って。あ、なんだか他人事です。でも、トランクルームに荷物を預けたままというわけにもいきません。だからといってタダでというわけにも。じゃあ、家賃は余裕ができるまで待つのでどう？後でもらえればそれでいいから。わかりました。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。ストップ、ハグは禁止。こうしてアンナは桜荘に引っ越してくることになった。それから数日後、住み心地はどう？最高です。ちゃんと屋根があります。一体どんな環境で過ごしてたんだ？困ったこととかない？一つありましたです。数分後、これはすごいな。すみません、荷物がいっぱいで手がつけられなかったです。まったく、手伝うから一緒にやるぞ。これも本か？はい、中身はほとんど本だけです。日本の本好きなの？おじいちゃんの影響です。それってあの人？そうです、あの池爺こそ私のおじいちゃんです。じゃあ日本語はおじいちゃんに？ですです。小さい頃おじいちゃんはいろんな本を読んでくれたです。両親が忙しかったので私は一人になることが多かったです。でもそんな時おじいちゃんにいろんな本を読んでもらったです。すごいな、俺だったら外国語で書かれた本は読めないな。おじいちゃんが翻訳してくれたおかげです。今の私がいるのはおじいちゃんのおかげなのです。だからどれだけ生活に困っても手放せません。おじいちゃんの形見だけは。そっか。変だと思いますか？売った方がいいって思いますか？いや思わないよ、俺も同じだから。あ、この桜荘は俺のおばあちゃんのものだったんだ。俺が子供の頃は今よりずっと人がいて大忙しだった。でも休憩の時は俺の部屋からよく一緒に桜を見ててさ。桜の木ですか？ああ、そこに見えるだろ。多分俺の部屋よりここからの方がよく見えると思う。これから咲きますか？そうだな、毎年2月の早い時期にちょっとだけ咲いてすぐに散っちゃうけどな。でもちょっと形が違う気もするです。あ、でも他の角度なら。形？何のことだろう。桜の木気になる？です。そっか、でも悪いな、俺はあの桜について何も知らないんだ。おばあちゃんならいろいろ答えられたんだろうけど。おばあちゃんですか？はあ、でももういない。そうですか。ここはおばあちゃんが大事にしてた、だから継いでみようと思ったんだ。ま、残念ながら意味のない仕事だと思ったけどね。そんなことはないです。いいんだ、多分おばあちゃんもそう思ってる。誰も住んでない場所をいくら整えても意味はない。桜荘はやっぱ人が住んでこそだから。そんなことないです。マサトがいるから私は毎日楽しく暮らせてる。マサトの仕事には意味はちゃんとありますです。ありがとう。うん、今はアンナがいるもんな。なんか締めっぽくしちゃったな。あとはこれだけ。うわっ、危ないです。ごめん、大丈夫？平気です。ごめん。いいんですよ、マサと思ったより大胆ですね。違うから。それからもアンナとの生活は続き、食事の時には、また寝ぼけてる。朝食と夕食は俺が用意してるけど、朝はいつもこの調子だな。アンナ起きて。おはようございます。じゃあその体勢で寝ちゃダメだって、髪に納豆が。ぎゅーって、なんで急に抱きつく？離さないです。いや力強っ、全然逃げられねえ。この感触は。早く起きてくれ。それから数日後。寒い寒い、さっさと灯油汲んでこないと凍えそうだ。あれ、アンナ？そうです、銭湯行ってましたです。マサトは？ストーブの灯油が切れたから倉庫から汲んでくるんだ。じゃあ私も一緒に行きたいです。ちょっと待っててくださいです。数分後。あんま急ぐなよ、そこら辺凍ってるから。
大丈夫です。私が転ぶことなんてありえないです。あ、うっ、危なっかしいな。だから急ぐなって。ごめんなさいです。濡れた髪からいい匂いが。ってまずい、気を確かに持て俺。それからもアンナと過ごす日々が続いた。気づけば数週間が経ち。ごめんなさいです。今月もお金は大丈夫だよ。余裕ができてからでいいって言ったし。それよりなんでそんなボロボロなの。それはですね、キノコです。さっき取ってきたのです。それ本当に大丈夫なのか。こういうの危ないんじゃなかったっけ。大丈夫です。毒のある種でもないですし、ちゃんと環境も調べたです。かなり専門的なんだ。どうやって調べるんだ。食べても問題なかったです。危険すぎる。っていうかどうしてキノコなんてわざわざ取ってくるの。だってお昼はご飯が出ませんです。ああ、昼は大学とかバイトとかで一緒じゃないから用意してなかったんだよな。わかった、次からは弁当も作るよ。いいんですか。マサトは神様です。それから数日、この冬一番の寒気が到来した。雪か。そういえばおばあちゃん、雪の日も桜の木を見てたっけ。何してるですか。ああちょっとな。まさかここにおばあちゃんが。これがジャパニーズ桜の木の下にはなんとやらですか。相変わらず変なことばっか知ってるな。ここはおばあちゃんが好きだった場所ってだけ。桜が見えるからですか。そうなんだろうけど、でも変だよな。おかしいですか。だってここからだと桜の枝が数本見える程度だろ。アンナの部屋の方がずっと桜が見やすいのに。確かに、そう言われれば変です。でもこれはこれで綺麗ですね。ああそうだな。にしてもすごい雪。はっ、そうか、そうだったんですね。いきなりどうした。私わかったんです、マサトへの恩の返し方が。え、体で払えばよかったんです。は、私一生懸命やります。だから任せてください。じゃあ何言ってんの。この後少し時間くださいね。マジで本気なのか。分かってた、分かってたけどさ、本当にただの雪かきだとは。マサト、雪かき楽しいですね。私いっぱい恩返しします。はいはい、でもそれより、いくらストーブつけてるからってこの時期に普段から薄着じゃ風邪ひくぞ。今はほら大丈夫です。俺のだけどな。今度お金貸すからちゃんとしたの買ってこいよ。そこまでしなくても大丈夫です、私は元気。え、翌日、まさか本当に風邪ひくなんて。アンナが寝るだけでこんなに静かになるんだ。ここを継いだ時に戻ったみたいだな。おばあちゃんよく言ってたっけ。親はね、待つのが仕事なのさ。みんなが出て行って帰ってくるまでここを従前に管理して待つ。そうやって私は暮らしてきた。じゃからそのみんながいなくなった時が桜草の終わりだろうね。はあ。だけど最後の入居者が去った後もおばあちゃんはここに居続けてた。入院するまでずっと。おばあちゃんはあの時何を待ってたんだろう。わざともう食べられないです。夢の中でも口調変わってないし。はあ、俺本当に明るいアンナに救われてたんだな。アンナのこと好きだ。アンナがいてくれたから俺は大家としておばあちゃんの後を本当の意味で継げた。喋り方も表情も、何より俺を励ましてくれた優しい思いが好きだ。でもきっと俺じゃ釣り合わない。もっと自立しないと。一人で生きてくのがギリギリなだけじゃダメなんだ。うん、なにこれ、めっちゃ痛いです。こういう時くらい語尾はなくてもいいと思うけど。こういう喋り方をするとみんなに受けるから必要です。それそういう処世術だったんだって。あ、なんだこれ。
古い写真。これおじいちゃんです。なんで隠すみたいな真似。え、これどういうことだ。どうかしたですか。これアンナのおじいちゃんの横に写ってるの俺のおばあちゃんだ。ああ、なるほどです。なんか知ってるのか。うすうす、そんな気がしてただけです。おじいちゃんは昔日本にいたです。でもあまり馴染めなかったみたいです。そんな時に声をかけてくれた女の子がいたみたいです。それが俺のおばあちゃん。多分そうです。そのおかげでなんとか馴染めたらしいです。おじいちゃんはその時は日本語が喋れなかったみたいです。なんとかありがとうを伝えたかったみたいですが、自分の日本語が下手だと思うとどうしても言えなかったって言ってました。それでここの本でいっぱい勉強したんだな。だと思います。でもそれは帰国してからの話です。帰国？どうして。ああそうか、おばあちゃんと同年代だとすれば戦争の影響か。もしかしたらその名残で写真も裏に入れてたのかもな。生前おじいちゃんは行きたい場所があると言ってたです。それが日本にこだわった本当の理由だったんだな。おや、バレてたですか。なんか隠し事してるなって思ってただけ。でもそうか、おかげでやっとわかった。おばあちゃんはあそこから桜を見てたんじゃない。多分その先の門を見てたんだ。あそこから友達が来るのをずっと待ってたんだ。ありがとう、アンナ。何がですか。何でも。翌日。本当に体調は大丈夫なのか。もちろんです。ああこうして見るとまるで写真の桜とそっくりです。ああよし、やるです。じゃあもう来年にはアンナはいなくなる。1年って考えればまだまだあるけど、思いがけず帰国することもあるかもしれない。その時俺は都合よくアンナと釣り合う人になってるのか。まさと、雪だるま作るです、早く。今行くよ。いや違うな、結局俺は怖くて先延ばしにしてただけだ。先延ばしにするのと待つってことは全然違う。言葉にして思いが通じなきゃアンナを待つこともできない。アンナ、俺アンナのことが好きだ。これから先大変なこともあるかもしれない。でも俺と付き合ってほしい。もちろんです。私もマサトがすっごく大好きです。あれから数年が経った。アンナは大学を卒業して親の元へ向かい、桜草はしばらくしてから開草。そのうちここの桜が縁結びの桜として噂を呼び、今では入居者が増えている。アンナが流したのかもだけど、本当に感謝しかないや。明日は久々に会えるの楽しみだな。しかし翌日。ああこれじゃあ今日の便は欠航か。やっと会えると思ったのに。ま、待つのが俺の仕事だけど。こんな時に誰だろう。ただいまです、マサト。え、欠便になったんじゃ。待てなくて早く来ちゃったです。そっか、おかわり。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。